2月10日金曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。南岸低気圧の通過に伴い、西日本から東北まで広い範囲で雨や雪の降る天気となりそうです。特に関東甲信地方や東北地方などでは積雪となる恐れがあります。では詳しくお天気確認していきましょう。関東甲信では朝から雪となるところがあり、次第にこの雪の範囲は東北の南部に広がります。昼頃には降り出すところが多くなりそうです。また午後の時間帯、関東南部など都心部ではだんだんと雪から雨に変わるところが多くなりますが、内陸部を中心にまた東北地方でも1日を通して雪の降りやすい天気となりそうです。内陸部では大雪となる恐れもありますので、積雪の増加にお気をつけください。また低気圧が通過していく西日本でも朝から本降りの雨となるところが多くなっていきます。特に太平洋側の一部では冠水が発生するくらいの雨の強まりとなる時間帯もありますので、雨の降り方に十分にお気をつけください。また北海道では雲が広がりながらも日差しが届くタイミングもありそうです。では各地の気温の予想も確認していきましょう。14時の予想を見ていきます。西日本では九州、中国、四国地方では昼間の時間帯10度を超えるところもあります。ただ日本海側を中心に北寄りの風が吹いていきますので、寒い体感となりそうです。また近畿や東海地方、昼間でも最高気温は1桁の予想となり、この時期らしい寒さになりそうです。また関東より北のエリアでは真冬並みの寒さとなります。特に関東、東京では昼間の気温1度ほどの予想となりますので、風を通しにくい暖かい服装でお過ごしください。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。